社長が会社にいるからみんな帰れないんですよ。このままじゃみんな体か心を壊しちゃいます。家族や恋人ともうまくいかなくなるんじゃないですか。社長はプライベートなんかって思ってるかもしれないけど、優れたアイディアっていうのは豊かな人生から生まれるって、タイトルは忘れちゃったんですけど、すっごく売れてるビジネス書に、え個室っていうか、お世話になった会社に恩返ししたいだけですよ。